日よ。ごめんな、ヒヨ。おかしいのは、今ここにある世界の方だ。どう受け止めればいい？恋って今そう言ったよな。それで、どこへ行くんだ？生徒会室だ。生徒会室？何がだ？あ、いや、俺なんかを案内しちまって。お前に見せたいものがある。そう。
それにしても生徒会室か。生徒会の他のメンバーもそこにいるのか？いない。でも、これはチャンスだよな。でも俺、嬉しかったんだ。生徒会室に行くんじゃ。もう目の前だ。すでにあちら側に入っている。ここが生徒会室。そうだ。こんなところに、こんな場所が。ずっとあったさ。謎はずっと存在していただろう。謎？ありながらありもしない、ありもしないながらもある。ここは築き上げた謎の象徴そのものだ。ここは活動の拠点とされた岩戸であり、武士を飲ませたとされた武士の平である。最後の決戦の地とされた龍子ヶ原でもある。だからここは影にもならない。さあ、ジジ、共に見届けよう。見届ける？ああ、そうだ。この学園のありようを、皆が何をなし、何を築き、そして何を失うのか、見届けよう。お前の言うように、いかなる状況にあっても、人は優しさを持ち得るのか、それを思い知らされよう。もう一度、お前に見せつけてやろう。
皮肉なもんだ。俺がそれを忘れなければいいと思っていた。強いな、現実っていうのは。負けるかよ。だから大丈夫。おはようございます、旦那様。おはよう。あのさ、若さん。この前、生徒会室で君が言っていたことなんだけど。ああ。あれって、もしかすると。もしかすると、俺を生徒会に勧誘してくれてるのか？は？言ったろ。お前はあくまで芸術家だ。生徒会の活動など気にする必要はない。ただ、己の創作活動に準じろ。であればこそ、生徒会の存在理由がある。私は芸術家を生徒会に誘ったりなどしない。じゃあ、あれって一体どういう意味なんだ？言葉通りだ。お前の言うように、いかなる状況にあっても、人は優しさを持ちうるのか。それを思い知らされよう。もう一度、お前に見せつけてやろう。
でも若さん、生徒会って生徒の中から選ばれるんだろ？なぜそう思う？なぜって、生徒会だから。生徒から選ばないなら、生徒会ってどうやって会員を集めるんだ？知る必要はない。もう一度はっきりさせておこう。お前はクズでカスで何の価値もない人間だ。はあ。いや違う。お前はクズでカスで何の価値もない人間だが、芸術家だ。今、わざと間違えた。私は生徒会として、お前という芸術家に接している。だからお前を生徒会に勧誘することなどありえない。じゃあ、別のこと。ん？誰も知らないはずの生徒会室にまで案内してくれて、俺に見せたいものっていうのは？それはすぐにわかる。もう、始まっているからな。始まっている？まだわかりにくいだけだ。目を凝らし、耳を澄まし、注意深く観察しなければ気づけないだけ。自覚するにはまだ時間がかかる。ふん。もう一度なぞり上げるだけだからな。しばらくすると、皆が体育館に集められる。そこからわかりやすくなる。はあ。じゃあ、俺はそれを待てばいいのか？ああ。ただし今度は、傍観者として見届けろ。傍観者？言ったろ。見せつけてやると。今度はお前は参加しないんだ。見る側であり続けることになる。わかった。でも、一つだけ聞いていいか、若さん。なんだ？どうして俺なんだ？お前がくだらんことを言うからだ。今度は私が一つ聞きたい。なぜ私がお前を生徒会に勧誘しているなどと思った？ああ、学園のありようとか、皆が何をなすかとか言うからさ。だからてっきり生徒たちがこの学園で何を成していくのかを見守るっていう生徒会のスタンスのことを言ってるのかと。あれ、若さん？
なるほどなるほど、確かにそうだ、見守るか俺、何かおかしなこと言った？いや、言い得て妙だが、生徒会の活動は確かにお前が言った通りだと思っただけだ。では見守ろう。皆が何をなし、何を気づき、何を失うのか、お前と共に。若さ。なあ、じじい。優しさの行く末を見守ろう。こだわるね。ああ、こだわると思う。誰よりも何よりも。若さんは真面目だな。真面目？いや、若さんは優しいんだ。私が？ああ、若さんは立派に優しい。意味がわからないゆえ奇妙な言い回しだな。悪い。ただ若さんの優しさは誤解されがちなものだと思ってさ。誤解されがち？若さんはとても優しいってことだよ。何を言っている。私はよく冷たいだの事務的だのと言われるぞ。そんな風に言われたことなどない。じゃあ俺が言うよ。若さんは優しい。若さんは常に全体を見ているんだ。それは確かに誤解されがちなことだと俺は思うよ。どういう意味だ？視野が広い人間は視野が狭い人間に誤解されがちなものだってことさ。乱暴な言い方だけどね。ああ、若さんの視野は広いんだ。大げさな言い方になるかもしれないけど、常に学園全体で物事を見ている。橋梁っていうのとは少し違うと思うけど、視野がこう。なんていうか、目の前のことばかり見て、全体が見えていないというか、やっぱり視野が狭いんだな。そういう人は全体を見て行動を起こしている人間を誤解しがちなものだ。目の前のことにしか興味がいっていないから、全体を見てバランスをとっている人の意図に気づけない。例えば組織なんかがわかりやすい。学校でも会社でもどんな組織だって機能するためにはその場その場で全体を見渡す人間は必要になってくる。
そういった要所要所のトップは常に自分の責任が及ぶ範囲で物事を見ている。誰かに肩入れして全体のバランスを崩すわけにはいかないから、常にチームで物事を考えている。その分、一人一人の視点で物事を見るわけにはいかないから、視野が狭い人間には冷たいだの厳しいだのという印象で見られやすい。個人の意見に過ぎないものは却下することが多いからね。係長の部下は係長の意図に気づけず、その係長だってその上の課長の意図には気づけないかもしれない。課長だって部長の、部長だってもっと上の、それこそ会社全体を見ている社長の。そういった中で衝突は起きやすいものだと思うし、逆にそういった意図にいち早く気づいてそれに添える人間が幹部候補ってやつなんだと思う。いわゆる放っておいても仕事ができる人間と、指示を出さないと動けない人間との違い。つっても、社会人経験のない俺なんかが言っても説得力はないけどさ。ならばそれはただの理屈か。まあ理屈だな。でもさっきも言ったように、学校でだって組織を機能させるためにはそういう流れを組むわけだし、それこそ仲良しグループでだって必然的にリーダーの位置づけになる人間は出てくるんだ。俺もずっとそういった人の世話になってきたからさ、その気苦労がわかるなんて口が裂けても言えやしないけれど、少しはわかるよ。お前にも上司がいるのか。ああ、上司っていうか、どっちかというと上官って感じだけどな。いるよ、俺の司令官。俺は俺の司令官を尊敬してるし信じてる。だからあいつがやれって言うのなら俺は何だってやってやるさ。その司令官の判断と采配を信じているということか。ああ、俺は逆立ちしたって司令官にはなれない一兵卒だからな。信じている司令官が言うことであればそれはいつだって正しい。なるほど。だがそれがなぜ優しさにつながる。つながるさ。司令官は常にみんなのためを思って行動してくれているんだ。みんなのためになるように物事を考えてくれている。そのために個人個人には肩入れできない時もきっとあるんだろうけれど、それをぐっとこらえていつだってみんなを見ていてくれている。きっとそのために自分自身の気持ちを押し殺している時だってたくさんあると思うんだ。それがその司令官の優しさだと。ああ、あいつは優しいよ。心底優しい。いつだって誰よりも。お前はそういう時常に誰よりもと言いそうだがな。悪い、一番を決めるのは苦手でさ。だがお前はその対象に含まれないぞ。お前はただのお人よしだ。わかってるよ。その本心から言っていそうな口ぶりもまた腹が立つな。